ライトが点灯したのでスタートになるでしょうか。さあ、やってまいりました。ご注目ください。あれ、1台転がってないぞ。1台転がってないけど、3台連続で完全成功です。ドライバー無事です。もう1台残ってるのでね、やっぱり野尾さん、ここはもう1台ひっくり返しますか。それでは皆様ね、4台連続で言ったんですけど、3台しか転がってないんで、野尾さんがね、やっぱりもう1台転がすって言ってたんで、さあ、今、相手が出ました。皆様、もう1台、どうぞ、行きますよ。一緒に始めました。でも大丈夫です。残念、惜しかった。さあ、今ですね、コースの大友千秋が来て、マロに何かアドバイスを送っております。さあ、ロードオーバーを、ね、やるに当たっていろいろなね、やはりテクニック、そういうのがあるんでね、コースから今、マロさんに何かちょっと言ってましたけれども、とりあえず意識の人に生かしてお前をどうって、あ、名古屋がなくてね、あ、なんかちょっと足取りが良かったんですけど、悪いっていうのを聞いちゃったんですけど、さあ、それでは行ってまいりましょう。ガチャガチャです。さあ、そしてマロさんが今もう一度ゴールオーバーをしていきたいと思います。さあ、行きました。ゴールオーバー成功なるか。さあ、まさしくゴールオーバー成功やりましたね。さあ、ボス4台ともね、ゴールオーバー成功しましたけど、綺麗に決まりましたね。ありがとうございます。ロールオーバーのコツなんかあるんですか？そうですね、あの、何に向かってから、まあ、半分来て、ゴロ出すだけです。右のブレーキが引っかかったときに、まあ、決まるだけですね。でさっきあの、うまく引っかかってなかったんで、まあ、悪い気に掴んじゃったら、あいつがどうしようか。なるほど、まあ、そこも無視しないと。なるほど、ね、全員無視ですから、ここも。ありがとうございます。まあ、チームラッキーのね、あのシールとしました。現場でチーム流さないっていうのがチームですね。